イスラエル時間で2024年10月1日の夜間、日本時間で2日未明、イスラエル軍がイランから180発以上の弾道ミサイル攻撃を受けたことを発表したよ。日本の国民にとって、戦争を身近に感じないかもしれないが、こういう出来事が世界のどこかで起きているってことはしっかり覚えておくべきだよな。そうだね。今回はそんなイランがイスラエルに対して180発超の弾道ミサイルを発射した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イスラエル軍によると、1日の19時半頃からイランが発射した弾道ミサイルがエルサレムやテルアビブなど、イスラエル国内に各地に飛来したとして、多数の弾道ミサイルのものと思われる飛行炎と迎撃のために、防空システムによって発射された対空ミサイル光が交錯している様子が SNS などで公開されているよ。イスラエル軍はこのミサイル攻撃からイスラエル国民を守るために、全国民に向けてシェルターなどの安全な場所に避難するように指示したとしているんだ。それらの弾道ミサイルは、イスラエル軍の強力な防空システムとアメリカ海軍のイージス駆逐艦の艦対空ミサイルによって、弾道ミサイルの大半は撃墜されたとしているけど、一部がイスラエル中部や南部に着弾したとされ、着弾して爆発する様子が撮影された動画も SNS で公開されたね。アメリカのホワイトハウスにおいて安全保障政策担当のサリバン大統領補佐官は1日に記者会見を開催し、イランがイスラエルに200発近い弾道ミサイルを発射し、イスラエルの近海に展開していた。アメリカ海軍のイージス駆逐艦がイスラエル軍と協力して迎撃に当たったことを明らかにしたみたい。イスラエル国内の被害についてイスラエル救急当局は、最大の傷病としてルアビブでミサイルの破片に当たって、二人が怪我をしたと発表したのみで、その他の詳しい被害状況はなかなか明らかにされてはいなかったが、イスラエル軍はテルアビブから南に30キロほどにある学校が、イランの攻撃によって被害を受けたとする映像を公開したな。その映像では、地面に大きな穴が開いているほか、学校の建物の外壁が剥がれて屋内に瓦礫が散乱しているのが確認できるが、地元メディアからはこの学校への攻撃によって死者や怪我人はいないと報じているぜ。この弾道ミサイル攻撃についてイラン側では、イラン革命防衛隊が声明を出しており、イスラエルの中心部の重要な軍事治安施設を攻撃したと発表し、この攻撃が今年の7月にイスラム組織ハマスのハニーや最高幹部がイランの首都テヘランを訪問していた際に、イスラエルによって殺害されたことと、同じく今年の9月27日にレバノンに滞在していたイスラム教シーア派組織、ヒズボラの最高指導者ナスララ氏などがイスラエル空軍による空爆で殺害されたことなどへの報復措置だとしているらしい。そして、今回のミサイル攻撃についてア音速の弾道ミサイルの他に、初めて極超音速ミサイルが発射され、イスラエルの防空システムをかいくぐって攻撃に成功したとも主張したよ。しかしイスラエルのネタニヤフ首相はイランによるミサイル攻撃は失敗に終わったとした上で、イランは大きな過ちを犯したが、いずれその報いを受けることになると述べて、イスラエル軍が近日中に対抗措置として報復攻撃を行う可能性があることを示唆したね。アメリカのニュースサイトアクシオスではイスラエル当局者の話として、イスラエルが数日以内に、重大な報復を行う可能性が高いとして、その際にはイラン国内の石油生産施設などが標的となる可能性があると伝えているみたい。また、イスラエルの一部メディアもイスラエル政府の方針はイランに重い代償を払わせるとのことで固まっており、おそらく石油施設などの重要拠点に損害を与えることになるだろうと報じており、報復攻撃の応酬によって中東情勢が大きく悪化することへの懸念が広がっているな。イランのアラグチ外相は2日、国営テレビに対し今回のミサイル攻撃について、攻撃前に周辺国とのメッセージのやり取りはなかったと述べて、今年の4月にイスラエルを攻撃した時に実施した、周辺国への通達を行っていなかったことを明らかにしたよ。その上でアメリカ政府に対しては、首都テヘランにあるスイス大使館を通して、この報復はイランの自衛権に基づいた行動であり、イスラエル側が対抗措置報復措置を取らなければこれ以上続ける意思はなく、
今回限りで終わりとすると伝えたと述べ、アメリカが両国間の問題に介入しないようにも警告したとして、中立国スイスを通して、報復攻撃実施後にアメリカと間接的に連絡を取ったことも明らかにしたんだ。イラン国内にイスラエルへのミサイル攻撃が報じられると伝えられると、1日の夜から2日にかけて、多くの人々がイラン各地の街中にある広場や通りに出てイランの国旗をフリーイスラエルにしようなどと叫びながら、攻撃を祝う様子が見られると伝えられている一方で、首都テヘランでは、イスラエルが対抗措置を講じることを明らかにしたために、報復攻撃があった場合にイラン国内の物流が滞ることなどを懸念した市民が、ガソリンスタンドに殺到するなどして給油を待つ車が長い列を作る様子が撮影された映像が見受けられたな。また、この攻撃によって中東各地にある空港にも影響が生じ、一時民間航空機が離着陸を見合わせ、現地時間の2日午前10時、日本時間の2日午後3時半までに国内を発着するすべての便が欠航になったことなどが、イスラエル軍によるラジオ放送で伝えられ、それによるとイスラエルのテルアビブ近郊にあるベングリオン空港などで一時、離着陸を見合わせたほか、イスラエルに近いレバノンにおいてもミサイルの発射を、およそ2時間にわたって国内の空域が閉鎖されたらしい。このイランによるイスラエルへのミサイル攻撃の報を受けて、ニューヨーク原油市場ではこの先中東情勢が、一段と緊迫化する事態に陥ることを警戒して国際的な原油先物価格が値上がりしていて、一時は前日までは1バレルが67ドル前後であった価格が、1週間ぶりに71ドル台後半をつけるなど高騰したぜ。市場関係者からはイランがイスラエルにこのタイミングで攻撃を仕掛ける可能性について、市場は全く想定していなかったため、思わぬ事態発生に原油価格が高騰する懸念が一気に高まったと見ていて、今後のイスラエルの出方次第では事態がさらにエスカレートする可能性があり、その対応に注目が集まっていると述べていることが伝えられているね。アメリカのバイデン大統領はミサイル攻撃に対する見解としてホワイトハウスの会見で、私の指示により、アメリカ軍はイスラエルの防衛を積極的に支援したとして、現時点で分かっていることは、イランによる攻撃は阻止されて効果を上げられなかったということだと述べて、アメリカ軍とイスラエル軍の連携によって被害を防げたという認識を示したよ。そして、バイデン大統領はさらにはっきりと言うが、アメリカはイスラエルを全面的に支持しているとして、イスラエルへの支持を強調し、さらにイスラエル側と今後の対応について協議が行われていることを明らかにした上で、ネタニヤフ首相との会談を実施したいと考えていることを示したな。このバイデン大統領の発言に対して、民主党の大統領候補でもあるハリス副大統領もまた、イスラエルの自衛権への支持を強調したぜ。一方日本政府の対応は、林官房長官が2日午前の記者会見で、攻撃は中東情勢を一層悪化させるもので、深く懸念し、このようなエスカレーションを強く非難するとした上で、すべての関係者に対し事態の沈静化を強く求めると述べ、在外邦人の保護に万全を期すとともに、事態のさらなる悪化を防ぐべくあらゆる外交努力を行っていくとしたらしい。また、現時点で在留邦人の生命や身体に被害があったという情報はないとも述べ、レバノンに滞在している日本人の退避について各方面の調整が整い次第、航空自衛隊の輸送機をはじめとする自衛隊部隊をヨルダンとギリシャに向け出発させるとして、現時点で邦人は50人程度と見られていて、随時連絡を取りながら政府として適切に対応しており、引き続き万全を期していくとしたよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。